総合幼稚園、伊勢保健衛生専門学校伊勢調理生課専門学校学校法人伊勢学園は、三重県伊勢市に本部を置く、学校法人。伊勢学園高等学校などを運営する。本項目では、伊勢学園が運営する小学校についても記述する。1913年に、中西薄介が創立した、30百日散母記学校を母体とする。 学校法人で2010年現在の理事長は中西康弘が務める。法人本部は伊勢学園高等学校内の三重県伊勢市黒瀬町五百六十二の十三に置いている。2010年現在以下の学校を運営する。中西修行は日本の教育家である。学校法人伊勢学園の理事長を務め、伊勢女子高校や総合幼稚園を創立するなどして、 学校法人の発展に寄与した。2009年4月29日に朝日受賞を受賞。同年12月12日に伊勢学園高校体育館にて学園僧が営まれた。2010年現在4校を運営している伊勢学園高等学校を参照。学校法人伊勢学園の主要な学校、女子校であったが2009年4月より男女共学に移行した。 ソフトボール部は競合として知られ、1998年から6年連続で全国高等学校総合体育大会に出場2006年にはの自菊兵語国体で準優勝している。この時星を務めた西井春菜は卒業後、豊田児童食器に入社し、プレーを続けている。総合幼稚園は三重県伊勢市黒瀬町562-13にある。 私立幼稚園、伊勢学園高等学校に隣接しており、同校の保育実習にも利用されている。定員は180名で、伊勢学園理事長の中西康博が園長を兼ねる。正しい食事、強い体、美しい心、良いしつけの教育方針を掲げ、専門家による体育指導や幼児期からの英語教育の実施などに特色がある。伊勢保健衛生専門学校は、 三重県伊勢市黒瀬町562-13にある専修学校。看護学科と歯科衛生学科の2学科を設置する。伊勢学園高等学校の敷地内にあり、同校からの内部進学枠を設けている。1969年に開校した伊勢高等看護学院を前身とし、中西康弘、伊勢学園理事長が兼ねる。両学科とも定員は四十名ずつであるが、 歯科衛生学科は女子のみの募集となっている。特に看護学科は地域医療に貢献する人材を育成することを目指している。伊勢調理生科専門学校は三重県伊勢市川崎1丁目10番47号にある専修学校。伊勢学園の設置する学校の中で唯一離れたところに設置されている。調理歯科と生果衛生歯科の2科を設置している。 調理師養成施設第1号に指定を受けて1959年に三重調理師学校として設置された歴史のある学校で校長は中西久氏が務める調理師科の2科ほどは各40名、聖火衛生師科は70名が定員であるいずれも修行年限は1年卒業生は地元三重県にとどまらずモナコの日本食レストランに就職した者もいる 学校法人、中西学園三重県伊勢市川崎一丁目10番30号、及び伊勢市川崎一丁目10番47号にある中西塾を運営する学校法人。名古屋外国語大学などを開設している同名の学校法人とは別法人である。伊勢学園の前身である1913年開校の3 0百日産母規学校を母体とする学校で、同校は、 中西即産学校、宇治山田高等実務学校、中西主山学校と名前を変えながら、現在の中西塾となった。宇治山田高等実務学校では、玉山、漢字、書道の3講座体制であったが、現在の中西塾は、霊法、ラッピング、料理も実施しており、伊勢学園のノウハウを総動員した学校になっている。元は、ソロン学校であることから、 コンピュータのディスプレイ上に瞬間的に映し出された数字を次々に足していくフラッシュ暗算の検定試験も実施している。伊勢学園、伊勢学園高校、総合幼稚園、伊勢保健衛生専門学校伊勢調理成果専門学校。ありがとうございます。